うま子さんどうもです。かぶくんお疲れ様です。そうだ、歌おう。あなたも狼に変わりますか狼なんて怖くない。えー、昭和歌謡、石巻子さんですかね。北海道で複数の熊さん大丈夫かなうん、えー。北国の洋さん心配だわ。ラブどうぞ。うま子は、 ゆずる狼に狙われたい。うん。ゆずるの熊のプーさんは、えー、熊だけど代わりはね。うん。お茶しましょうって言われたらすぐについて行っちゃいますね。え、時間がある時はずーっとテレビで YouTube 生選手を見ています。飽きませんね。いくらでも OK。食べすぎてゲップまで <laughs> ゲップまで羽生すずる。まこは、どこ切っても羽生する。金太郎、金太郎飴ですよ。ホクロウにもなりたいわ。ね。 ほっぺの小さい二個の袋。上は洋さん、下は馬子。あ、こんな話前ありましたね。洋さん覚えているかな羽生選手、手の毛が大丈夫。手の毛がうん。 ええと、手の毛があってどういうことなんだ今、ケースだらけなのよね。腕から手のひらまで心配だわ。コロナまだまだ続いていますが、風化してきましたね。うん。でもまだ仕事からマスクしていますえ。暑くて嫌だけど仕方ない。自転車に乗っている時は外していますよ。ただ今から、えー、夕方のお仕事行ってきます。行ってらっしゃいませ。かぶくんまたね。うん。え、これいつ頃でしょうかね。はい。えっ、ー、と、あ、10時間前か。なるほどですね。うん。はい。ということなんですね。 はい。はゆうくん手の怪我ってどういうことなんだ一体えー、マスミンさん、よろしくお願いします。かむく配信ありがとうございます。えー、神戸公演3日間はお祈りしなくても大盛況大成功。間違いないですね。うん。オープニングの時間にまるで神戸公演をお祝いするように、私の回して大きなびっくりするほどの綺麗な虹が出ていました。お虹。 うん、羽生くんはすでに進化を続け、何事にも全身全で一生懸命です、えー。こんなにビッグになっても手抜きしない、天狗にならない、尊敬と称賛しかないですね。うん。2、3日前、羽生くんがプロ転校以前の、えー、現役終盤に伝名や、えー、マスコリなどから受けた状況について思い出してしまったので、 えー、私はもやもやイライラしてしまいました。また今はそのことについて少し罪悪感です。なぜって、えー、何についてあれファンが自分に関連したことで、そういう気持ちになるのは羽生君の意に反すると思うんです。なるほど、うん。羽生君は自分のスケートで人々に元気を与えたい、えー、幸せになってほしいのが一番の願いです。えー、その気持ちでずっと頑張ってきたんです。 私も今までもその恩恵を受け羽生君のおかげで救われてきました。これからも彼のその気持ちに沿って羽生君のパフォーマンスで関係して、魅了され応援をしていきたいです、うんえーと。プロになってからのプログラムもだいぶ溜まりましたね。今年はぜひとも単独賞のチケットもゲットしたいです。 うん、では、神戸現地組様他のリポートお待ちしています。確かにですね。あのー、本当ですよね。感謝の気持ちが必要ということですよね。うん。でも、虹が出たっていうのは、これはなんかいいですね。ラルカンセルの曲、虹っていう曲ね。ラルカンセルっていうのは虹のことですからね。うん。あの、ラルカンセルっていうのは虹のことなんですよ。そのフランス語で、ラルカンセルってね。うん。 ね、ちょっとね。そうこうなんです。はいでえっとね。そうそうだからまあそうなんですよね。天狗になんないその通りだと思います。あの成功したりとかお金を持ったりとかするとそれでこうね。まあちょっと言っちゃった。あれ、調子に乗ったりとかして自爆していくっていうのもあるんですけども、そんなことない。やっぱりあくまでも系列をが好き、情熱がある。そこを紛れない。真髄を貫くっていうのは、やっぱりあの見てて、えー、本当にあの感動するものありますね。うん。 はい、えっ、ー、と、神社の白,、ね、白猫さん、よろしくお願いいたします。はじめまして、ピョンオーチーズくんのファンの神社の白猫と申します。よろしくお願いいたします。えー、こっちならば、人見知りの人でも、えー、私でも参加させていただけるかなと思いまして、初コメントいたします。よろしくお願いいたします。うん。えっ、ー、と、 ファンタジオマイス神戸公演が始まり、まだ B ツアーのフルエースが見られていない私は、日曜日の CS 放送を待つしかありません。関西に住んでいるため、地上派ローカルは見られますが、地上派ではフル放送はしてくれません。これだから神戸公演なのに、関西、 が、あの、地上波で放送してくれっていう矛盾ね、うん、ありますよね。やはり、富士系列にフル放送を望まない方がいい良いのかと思いましたが、やっと今年、神戸公園の退落のみ、えー、CS とはいえ、フル放送をされると聞き、今まで要望を送り続けた会があったのかな、ということですね。なるほど、うん。ところで私は、えー、神戸公園には行けてないのですが、去年、うん。 神戸公園見に行った時に、寄ったカフェが素敵なところでしたんで、えー、神戸公園に行かれる方におすすめしたんですということですよ。うん。ハチミスとパンケーキハニーハントカフェという名前で、えー、中央区のハンター坂を、えー、上がっていくとある、おしゃれでかわいいカフェです。うん。フルーツたっぷりのハチミスたっぷりのハニーパンケーキとハチミツユーズ,ラ,ハチミツユーズラッシーが私のおすすめです。 完全にこれハニーとユズってこれハニューくんですね。え、蜂蜜と種類も選びますよ。私は桜にしました。カトラリ焼きも猫ちゃんで可愛かったです。ユズくんのアクスタハリをコいと、プーさんのミニぬいぐるみと持って行ったら一緒に撮影をしたかったです。え、桜の蜂蜜パンケーキは、と、蜂蜜ユズらしいと一緒に、うん。 ただ、営業時間が短くて、土日は12時から18時なんです。えー、金曜日は17時まででした。なるほど。うん。ファンタジーオーバースと時間がかぶると思いますので、時間の空いた日が月曜日ならに、月曜日おられる方は、ゆっくり訪れ、訪れてみてはいかがでしょうか。長くなっちゃいました。えー、長文の文字書きはな私ですが、マガジンさんは神、よろしくお願いいたします。あ、ありがとうございます。 え皆さん、神戸行かれてる方、注目してみてください。えー、はちみつゆずらしい。うん。えー、なんか、あの、おすすめらしいですよ。うん。あの、ねよろしくお願いします。ということなんで、ねあの、ね帰りだったりとかね、ぜひ、寄っていただければなと思います。うん。またこのお店も、人気が出ちゃう可能性もありますね。うん。はい、それではですね、 あっとべ、ゆうこさん、よろしくお願いいたします。えー、か君こんばんは。インスタ見ましたよ。えー、かわいい、羽生結弦選手と、オトナルの、羽生結弦選手と、ジョニー、大落、サプライズ、あるか。うん。ファンタジーオンワイス、神戸公演、初日終わったみたいですね。私は、見れてないので、ツイッターのレポを見まくっています。うん。なんか、羽生結弦選手、アクシデントがあったみたいですね。大丈夫かなこれは、ど、あれ、手、手でしょうかね。大丈夫なんでしょうかね。うん。 僕もちょっとまだ全然映像とか写真とか見えてませんので、後で確認していくんですが、あの、ちょっとこれはアクシデントあったんですかねうん。はい。ようさんどうもです。えー、かむくんこんばんは。今日は仕事の打ち合わせがあり、午後から札幌へ出向きました。えー、駅前は熊はいませんでした。うん、いや、いたら怖いですね。駅前にね、熊さんいたらね。 1>, うん、1時間半くらいの打ち合わせに、えー、JR で2時間かけて行くのって疲れた、うんえー。往復で4時間ですよ。いや、大変ですね、うんで。戻ったのは夜9時近くで、今ひたすら皆さんのコメントを見て N チェージ。明後日はファンタジーのライブ放送がありますし、すぐギフトも放送されます。うん またまた、えー、脳内はお花畑満開になりましたね。疲れすぎて完全にパーコちゃんのようでした。おやすみなさいませ。せまね。うん。いや、お疲れ様です。ねそうかなり大変でしたね。うん。ねということなんで、ちょっと僕もね、あれで、えー、あのー、情報を見ていくんですけども。うん。熊さんには気をつけていただきたいと思います。 えー、レモンビカーさんよろしくお願いいたします。カブくんこんばんは。まだファンタジーオーバイースの B ツアーのハニゆずるさんのプロは見れてないままですが、えー、最終、神戸最終日のテレビ生中継をしっかり見なきゃ、うん、来週には YouTube でもいろいろ上がってくると思うので、楽しみにしています。今のところちょこちょこスケーターさんたちの写真は上がってきてますね。えー、羽生ハニさん楽しそうでよかったです。なるほど。うん。と思いきや、えー、神戸初日、ハイドロで ハ,ハイドルで衝突があったのということですね。お、ハイドルで衝突があったらしいですね。でも、怪我はなかったみたいでしたが、どっか、どっか後から痛いところなどありませんように、えー、情熱と冷静で羽生さんお願いいたします。うん。ということですね。ところで、中島美香さんはアニメ、ベルセルクのエンディングテーマでも、ウィンシュという曲を提供していますね。えー、昨夜、今になって気がつきました。えー、ベルセルクは雑誌連載が始まったのは、えー、35年以上前だったのか、 世界中にコアなベルセルクファンがいますよ。うん。いわゆるダークファンタジーの先駆けです。グリフィン闇落ちこの物語のアニメ化は2016年か2017年頃から始まりました。なかなかベルセルクというと,ともなると、原作の作,作あ、作画がですね、素晴らしすぎて、アニメが原作の作画に、えー、及んでいないのが難点であり,ありますな。 うん、アニメの方は、えー、別物みたいな絵の世界観になってる。うん。油断でした。はい。ということらしいですね。ちょっとこの辺はついていけなかったんですけども、なんかそういうことみたいですね。うん。羽生君は、えー、これはハイドロプレートでて衝突したという、誰かとぶつかったということでしょうかね、一体。うん。 はい。えーと、後部でよこさん、よろしくお願いします。かぶけんこんばんは。この私のコメントに夢様が返信を、えー、してくださったんですけど、その夢様の返信コメントに返信しようと思ったら、夢様のコメントが消えました。あ、本当ですか。どうしたのかなえー、羽生結弦選手、ハイドロの時ぶつかったみたいですね。大丈夫かなうん。ハイドロの時これは、羽生君くんが氷にぶつかったということだから、一体。うん。ちょっとこれ心配ですね。 ま、大きな、大事にはならなかったということなんですが、ちょっと手を切かせたらしいですよね。うん。か、か、か、かぶさん、こんばんは。<laughs> え、ちょっと興奮のコメントします。えっ、ー、と、ルコピアカーさんよろしくお願いいたします。今日は、えー、ファンタジーオンワイスコ、神戸公演、初日でしたね。うん。私は今日見に行って、息絶え、絶え絶えで、何度か家に入って,って帰ってきました。ね。うん。もう死ぬかと思うほどでした。もういろいろ凄すぎて。 なるほど。神戸は会場も小さくて、とてもコンパクトなのが大好きです。オープニングから盛り上がりすぎて、とにかくみんなキャーキャーで、私もオープニングから大きな声で叫んでしまいました。いっぱい書きたいんだけど、今日はゆずくんにハプニングが、うん。なんとハイドロの時に、あ、壁にぶつかったということですね。壁にぶつかってしまいました。みんな一緒、え、怪我大丈夫、足大丈夫という空気になり、ちょっと緊張した雰囲気でした。 うん。え、すごい勢いでぶつかったような、ね、ああ、本当ですかえ、これはかわいそうですね。私は西側だったんですが、ゆずくんがぶつかったあたりも西側でしたが、少し遠かったので、ああ、ぶつかると思ったところでちょうど見えなくなってしまったらドンとと音がししてててズズルル滑っていってしまっいまたのが見えました。いや、かわいそうですね。大丈夫でしょうか終わった後もすごくハーハーになってたんで、ちょっと心配。いや、これは心配だね。 うんえー、怪我をしてなかったらいいんですが、フィナーレで4回転トーループトリプルアクセルを飛んでいたから、えー、大丈夫だったかな、うんね、結構勢い、結構ね勢いでぶつかったということなんですけども、フィナーレの時、フィナーレの時、肘のあたりを気にしていたんで打ったみたいですね。いや本当怖かった。うん、いやこれ心配ですね。明日もね、明後日もあるかと思うんで、ちょっと心配。何もありませんように。うん、そして今日のお昼、すごく、すごいですね。 明日の6月24日のチケット当選の連絡が来ました。え、これ、ルコピアかなすごいっすね。うん。え、これなかなかそうですよこ、これ。当日点ってことでしょうかやったー、えー、神戸、神戸初日が自分のラストはちょっと寂しかったんで、めっちゃ嬉しいです。えー、しかも、ありなさき2列目ですよ。えー、トレードって、あ、トレードって当たる時もあるんだってびっくりしました。しかも、こんなギリギリのタイミング。いや、これはね、もう周りから、えー、いいなっていう声が聞こえてきてます、今。 うん。明日も、息絶え,絶えない、あ、息絶えないになりながら行ってきます。えー、もうすだけ、もう少しだけ夢見,も見ますね。うん。ムイピー様ごめんなさい。明日も夢の続きを見ていきます。では、皆様おやすみなさいませ。いや、よかったですね。これはいい夢見れますね。あの、ムイピーさんはなんかね、おっしゃってましたよね。なんか当日券当たる可能性もあるってね。うん。そうですね。今日も行って明日も行くって、これはね、いいなっていう声がね、もう四方八方から聞こえてきました。うん。 はい。えー、ネイロさん、よろしくお願いいたします。神戸、初日行ってきました。今日は、ステージバック SS 席でしたが、行くと予定していた席は、機材で見えにくい席になったらしく、えー、別のもう少し前の席に案内されました。あ、本当ですかえー、ステージバック、ステージバック前から、2列目でアーティストさんもよく見えました。うん。もう、ツイッターのレポで皆さん知ってるかと思いますが、羽生くんグラスパンの時、 ハイドロでまさかの転倒がありました。えっと、グラスカーの時ということなんですね。えー、私の席からははっきり見えたんですが、ハイドロを開始してから軌道を見た時、あ、ぶつかりそうと思ったけど、ハニュー君。 慣れてるから大丈夫よねと思った瞬間、まっすぐに伸ばした足がリンクサイドに接触して転倒をしてしまいました。おこれは痛そう、かわいそうですね。えー、会場からも思わず悲鳴のような声が上がりました。ハイドロは最後のグラマラススカイの音,音が消えてた時に、ハニュー君がハイドロで回りながら、 赤いジャケットを手にする演出なので、えー、転倒した時は音楽もほぼ終わりかけでした。ああ、本当ですか。ああ、これはちょっとびっくりしちゃいましたね、えー。すぐに立ち上がらなかったんで心配でしたが、少しして立ち上がり、赤いジャケットを手に取り、最後まで演じま,演じました。うーん。えー、怪我はなさ,そな,な,な,なさそうだったなんでよかったですと。うん えー、悔しい悔しそうなのは、えー、わかりました。最後のジャンプ大会絶対やるなと思ったら、案の定4回転トーループトリプルアクセルスタートえー、観客を煽って、えー、加速し始めてハイトルをかっこよくリベンジしました。あ、よかったですね。うん。でもちょっと無理はね、しゃいでほしいですね。うん。えー、あと、グラスカの後半の羽生くんが、ステージの中島美香さんの近くに行きたいとき、二人が一緒に合わせたのが、あ、合わせたかの、 ように、ん、ぴょんぴょんと飛んでいました。うん、えー。ステージバックからだったんで、バッチリ見えました。新潟でグラス化3回見たけど、やってたかなやってなかった気がします。えー、私が気がついて、あ、気がついてなかっただけかもです。他にも関数ありますが、今日はここまでにしますね。うん。ってことは、えー、っと、新潟公園とまた少し違う部分もあったということですよね。うん。 はい、ちょっと羽生さんね、無理にしたり欲しいですよね。結構、まあね、痛みがあるかと思うんですけども、うん。はい、ということらしいですよ。うん。ちょっとやっぱ疲れも溜まってきてるのかな。うん。はい。 えー、むいさんよろしくお願いします。ファンタジーオーワイス神戸初日行ってきました。人生初、シンクのマニュキュアをして、えー、300円。えー、300円ねえー、手には、ザラザラと、ブレスレットと指をつけ、これは、いやいや、あ、いいやつ、あ、いいやつ、いいやつですね。いいやつ。うん。手元だけ1%だけ、なあ、74りのファッションにしてみました。えー、こういうことをしたことないんで、ちょっと面白かったことですね。 うんえー、今日の羽生くん写真で見るよりも、どの衣装も、えー、誰よりも着こなしていて、細く足長く、えー顔、頭は小さく、えー、腰はびれていて、やっぱりベースの生命体でした。いつものことです。うんえー、観客席には明らかに中央から来た方が多く、多くられましたということですよ。えー、声が大きいんですぐわかるんですが、嬉しそうにはしゃぐ感じが微笑ましかったです。ただチケット、 えー、争奪戦がますます激化する中だと確信しました。パワーがすごい。うん。ね、中国人も来てたということですね。いよいよグラマラススカイ。赤いジャケットに黒い軍帽をかぶって現れた姿はライブ、v、もや写真で見るよりも一段とかっこよかったです。本当にかっこよかった。ハニゅくん改良をしてきたかなえー、右から、あ、右からも左からももっともっとアップで見てみたい。うん。ねえ、もう贅沢ですよね。演技中のアクシデント、最後のハイドルの 円の弧が大きすぎて、えー、西側の西側リンクに当たり止まってしまったのですということですね、えー。皆様書かれている通り。うん えー、ちょっと心配しましたが、羽生くんにしては珍しいものが見れたということで、ご愛嬌。あ、本当ですか。羽生くんにはリンクが小さすぎた。あ、なるほどですね。まあ、怪我がね、なければいいんですけども、エンディングのジャンパー4回転トーループトリプルアクセルを決めて、えー、その後しっかりハイドルでリベンジしていました。えー、こういうところ、羽生くんらしいなと。うん。他のスケーターさんたちも、どの方も素晴らしくて、とても上質な愛想という感想でした。えー、会場の天井から床、えー、壁一面に広がる、まばゆい光 のの演演出出出がとても良かったですえ少ししギフトの演出を思い出しましたうん。エルコピアクラ様、明日もう一日だけ夢を見るという子様、私には見える。あさって千秋楽の朝10時、必死のパッチでポチポチしているあなたのお姿が私には見えるということですね。うん。ねえ、ということですよ。いや、本当ね、エルコスピアカラさん、すごいですよね。うん。いや、これはぜひ、またもう一回、あの、ねえ、 えー、なんだ、奇跡、奇跡というかね、楽しみにしてます。うん。はい、それではですね、ありがとうございました。